この大劇場の雰囲気不気味すぎ。ゾッとする。普通観客が入ってなくてもスタッフくらいはいるはずだよね。なんで物音一つしないの？この人形は舞台のセットかしら？それにしてもロビーにも全然人影がないなんてちょっとおかしいわね。なんか変な感じがするんだけど、うちら来る場所間違えたわけじゃないよね。この無境に大劇場は一つしかないはずよ。じゃあサンデーにすっぽかされたのかな。舞台で勝敗を決めるって言ってたのに、なんでいないんだろう。お待たせしてすみません、美月さん。びっくりした。どこで喋ってるの？私は幕の裏で皆さんをお待ちしています。セレモニーが始まる前にアスデナの古い伝統にのっとり、皆さんには3つの幕前劇を一緒に鑑賞していただきたいと思います。歴史は鏡のようなもので、宇宙の真なる姿を映し出す。この機会にぜひピノコニーとアイオーンの歴史をより深く理解してください。そうすれば未来の輪郭が自然と見えてくるでしょう。この世界の始まりから話しましょう。黄昏戦争の後、空は空虚となり、大地は混沌としていました。そんな折、天地万物を人に認識できるものにするため、秩序のエナが誕生しました。それが1日目です。星雲をプレクトラムに白と黒の鍵盤のあるチェンバロを作り上げました。白い鍵盤を叩くと太陽が昇り、黒い鍵盤を叩くと月が昇ります。こうして昼と夜ができました。これが2日目です。額縁の周りに集まってる。うちらも行った方がいいかな。ここは一体どこなの？この場所の雰囲気はサンデーさんの心の世界に似てるわね。この幕前劇っていうのも同じような能力なのかも。この劇のタイトルは囚人参加。周りの雰囲気も考えると、きっとこれから上演されるのはキノコニの過去でしょうね。最近の開拓の旅じゃ
監獄に入れられなかったから、やっと運が向いてきたって思ってたのに、結局こうなる運命なんだ。皆さんは遠方からいらしたお客様、私としても武力衝突は望むところではありません。ですから取り返しのつかないことになる前に3つの劇を用意しました。どこから物語を始めましょうか。そうですね、ピノコニーが辺境の監獄だった頃の話から始めましょう。2147期、囚人のハヌヌが大規模な戦争を始め勝利を収めました。カンパニーはこれを辺境戦争、アスデナの人々は独立戦争と呼んでいます。偉大な人物でした。しかし彼は囚人たちを解放することはできても真の自由を与えることはできなかったのです。3人の七死人がこの地にとどまり、辺境の監獄に開拓の教えを伝えようとしました。しかし残念ながらそれは無駄に終わりました。今回の敵は内部から現れたのです。囚人は死ぬまで囚人のまま、知っているのは自由のために戦うことだけ。彼らは自由のために生きる。この焦土の上に築かれた自由の地を気に入ってもらえるといいんだが。ご覧ください、彼らの刑期はとっくに終わり、カンパニーの看守も追放されました。しかしこの囚人たちは奴隷のままです。なぜなら彼らは外の世界のものに囚われているのではなく、彼ら自身の心に囚われているからです。自由はどこにでもありますが、弱い魂にだけは存在しない。それは誰にとっても助けにもなるわけではなく、その存在を信じる者の助けにしかならないからです。囚人たちよ、自由を
を学べ。そして兄弟たちに教えるんだ。生きるために戦うのだと。劇見てるだけなのに、なんで戦う必要があるの？皆さんにはこの劇を楽しむだけでなく、完成させるのを手伝っていただきたい。懐かしい感覚。素晴らしい時。さようなら。パン。リンゴを渡す。涙飴。ふっ。ひっ。クリティは。もう邪魔する奴はいない。お前たちは自由だ。ここまでが第一幕です。燃え盛る戦火の中で、辺境の監獄は徐々に流刑の地へと変わっていきました。今のは多分ピノコニーの成り立ちの話ね。囚人たちは外から来た人たちの助けを借りて、ついに自由への道を切り開き、宇宙の流刑の地を築いた。ただサンデーさんは肉体的な牢獄よりも人々の精神的な苦境を表現することに重きを置いているみたいだけど。この劇、うちにはちょっと文学的すぎる。わかりやすいのは戦うパートだけだったね。でもやっと出口に着いたみたい。早く行こう。この人形たち、今度はどこに連れてくつもり？ソア、星の流れを集めて筆先を作り、発音と数の記号を書きました。ソア、星屑を集めて川を作ると、善と義に属する者は川上に、悪と不義に属するものは川下にあると定義しました。それ以降、万物はそれぞれの属性を授かり、人々は善悪と利害を知ることができるようになりました。これが3日目と4日目です。愚朴参加。これが二つ目の劇のようね。条件もさっきと違うね。周りの装飾がちょっと整理されてる。続いての物語は権力をめぐる争い。ピノコニーには木、草、花、鳥、獣、果実、虫の7大クランが次々と現れました。しかし流刑の地に本当の意味での平和は訪れていなかったのです。この歴史は入り乱れていて複雑すぎるので、偶話の形で皆さんにお見せしましょう。
ところからようこそいらっしゃいました。流刑の地の秩序は非常に乱れており、内も外も常に問題を抱えていました。七大クランは表面的には統一されていましたが、実際にはそれぞれが独自の政治を行い、絶えず争っていました。最初に内戦から淘汰されたのはプラム家でした。ルーサン家が企てた白い砂漠事件によって、彼らは永遠に歴史の一部となったのです。ある種の中を土で作り、私を炎で作ったからです。あなたより新しい過去を見せる。ルーサン家の当主はカンパニーに身を寄せ、自由と引き換えに生存を求めようとしました。しかし長男によって撃たれ、彼が当主の座を引き継ぐことになったのです。ゴフェルがファミリーを率いて流刑の地に来ると、五大クランは次々とそれに属するようになり、ピノコニーはついに夢の地という新たな名を冠することができました。外から来た客人、どうかこの屋敷を隠れている先導者の毒から救ってくれないか。え、あんたたちを助けるってどうすればいいの？彼らに理性を取り戻させ、もう偽りの支配に操られないようにしてほしい。第2幕はピノコニーが夢の地へと変わっていく過程を描いているようね。その中でファミリーの到来は重要な役割を果たしているみたい。でもこの新しい主人ってろくなやつじゃなさそうな気がするんだけど。これこそがサンデーさんが言葉の裏に隠してることなのかもしれないわね。調和はキノコニーを変えたけど、そのやり方は昔の慣習と変わらない。それってつまりこのひざまずいてる人たちを全員冷静にさせないといけないってことだよね。自分自身の主になるか、かつての主を迎えに行くか、そのどちらかです。新しい主に服従するつもりはありません。主がいなければ誰が私に自由を与えてくださるのでしょうか。
こなければ私は自由になれる。でも主の導きなしに私は誰のために歌えばいいの？間違えたんじゃない？主がいなくなって私は自由になれた。でも主の命令がなければ誰に正しい道を尋ねればいいかもわからない。主はもういない。もう私には主がいないのね。新しい主を見つけ忠誠を誓うべきだわ。俺はかつて全ての使用人の中で最も忠実な兵士だった。主が追放された後は俺が代わりに人々の権力を握るべきだ。主はもういない。なのにどうして俺は人々が作り出した幻影を恐れてるんだ。主よ、あなたはいつかお戻りになるのですよね。私は永遠に見守っています。この忠誠心に対してあなたから褒賞をいただけるまで。あなたがもういないのなら、これ以上報酬を待つのはやめます。私に属するべきものは全て自分の手で手に入れるまで。私は新しい主のために歌うべきだわ。かつてあのアイオーンが高貴な声を銀河に響き渡らせていたように。ありがとう、外から来た客人たち。これで使用人たちは自分の理性を取り戻した。みんな、君たちの前の主はもう戻ってこない。正しい道のために助け合い、真理をもって励まし合う者だけがお互いに完全なるものを手に入れられる。偽りの幻影に打ち勝ち、互いの抱擁を受け入れるのだ。気をつけて、また戦いが始まるわ。聞いてください。アスナーゼンブルに溢れています。クリティが溢れる。強調よ。さようなら。落ち着いて。全てが消える。残念ながら彼らは最後まで自由の権利を与えられただけの奴隷でした。ここまでが第二幕。儚い調和の中で流刑の地は少しずつ宴の星へと変わっていったのです。今のはピノコニーが徐々にファミリーのものへと変わっていく過程ね。
調和が来たことで流刑の地は大きな変貌を遂げた。でもこういう変化は何もかもがプラスに働くわけじゃないわ。こいつ本当に劇を楽しんでるみたい。一族みんなベテラン役者にも劣らないんじゃない？このアイオーンは星の輪を拾い、人々と共に行動規範を定めました。白と黒の鍵盤があるチェンバロを楽器、発音と数の記号を音符、下へと流れ続ける川を旋律に、明確な規則を定めた掟を曲としたのです。そして人々は楽章の中で自分だけの立ち位置を見つけました。これが5日目と6日目です。あいつ本当にこの人形を使って導くのが好きみたいだね。ここの雰囲気もさっきまでの2つの情景とは全く違うわ。こちらが最後の幕となります。これまでは私が一体なぜ現状を変えようとしているのかを皆さんに理解していただくため、ピノコニーの過去と現在をお見せしてきました。そして次はピノコニーの未来をお見せしましょう。
人々に先を見る目がなければ私たちが彼らの選択を行い責任を負うべきでしょうね。王がいなければ誰が弱者を守り、私たちは弱者を守るために言葉しよう。過去の対戦、横暴な者に立ち向かうために助け合うのと同じように。ちょっとした物語が始まって戦いになるんじゃないの？この人形たち、なんでセリフ言わないのかな？前の幕と同じように、私たち自身に脚本を完成させる必要があるのかもしれないわね。なるほど。じゃああいつらの感情を変える必要があるかどうか、あんた確認してみてくれる？申し訳ありません。皆さんには伝え忘れていましたが、この最後の幕だけはすでに書き終わっているのです。私たちのかつての王からあなたたちに話してもらいましょう。さあ、最後の儀式の始まりです。みんな構えて、また戦うことになりそうよ。未来に向かって落ちてくる。私の心を超えて全てを探したとおり、あなたは手に入れるから、この心の他の経験値を間違えることだ。涙雨ヒュッヒュッ、古くなくなる。待ちなさい、さようなら。ファン、印籠を渡そう。私は見つけにくい痕跡を残しながら静かな夜を歩きました。私のことを覚えておく必要も、夢の魂を解雇する必要もありません。私に属する者は必ず衰退する。あなたはその弱さを超えていくでしょう。これが最後の幕。これまでの話よりずっと分かりやすいけど、彼は調和を追い出して秩序の帝国を築こうとしているみたいね。行きましょう。幕前劇が終わったら調和セレモニーの本番が待ってるわ。